はい、高橋丈太郎と申します。ちょっとカメラを、こっちの方に変えて、こちらの方がなんかちゃんと入るんですね。不思議ですね、これね。なんかね、本当に、このやり方を、このやり方もね、すごい後に覚えてですね。全く無知というのはですね、無知ですね、無知なんですよ。まあ40歳ぐらいからですね、私なんでこうなんだ、こんななんだろうとか思ってですね、まあその前もね、まあ20歳ぐらい。中学生の時はね、なんでお父さんこんな働かなくちゃいけないんだとかですね、まあいろんなことはね、思ってたんですけれどもですね、まあ本当に鼻垂らしてですね、まあ本当に、まあバカっていうかですね、そういう感じでですね、何も知らずにですね、本当に、まあ、音楽夢中になっててですね、そういった人生で、まあ、今現在もですね、まあ無知なわけでございますね。この無知っていうことをですね、自覚しないといけないなと思いながらですね、だから無知だからですね、なんか苦しかったりですね、楽しめなかったりするんですね。本当に、いろんなことをですね、分かってればですね、これをね、なんか一個の知識をですね、ちょっと得るだけでですね、これでもう、パラレルワールドになるわけですね。それが分かったんですよね、本当に。だからですね、まあ、気になったものですね。まあ、細かい情報はですね、もうあんまり私はもう逆に見たくなくなっちゃったんでね。まあ、ツイッターだけは見てるんですけれども、ね、もうなんか、もう全部いかがわしく 見える。本当に、信頼できる人はね、信頼できるっていうかね、まあ、いわゆる、まあ、向こう側とこっち側っていうのはあるんですけれども、いわゆるですね、まあ、こっち側の人をですね、だいぶちょっとね、まあ、それもどこまでかわからないですけどもね、見抜けるようになってですね、わかりましたね。まあ、フォロワーの数とかですね、そういったことでね、ね、あんまり多いのはね、やっぱりおかしいんですよね。これだけ発信してる人がいるからですね。そういったことでですね、いろいろわかるよ。まあでもね、まあどちらでもいいんですけどね。どちらでもいいんですけども。何でもいいんですけど。で、お前何言ってんだって何言ってんだってね、思う方はですね、Facebook でお電話いただいてもいいですしね、この概要っていうところにね、これ書いてあると思うんですけどね、まあ、Twitter でもいいですね。そういうことでね、まあ、今、私、57歳だと思うんですけども、昭和40年生まれでですね、まあ本当に50歳を過ぎてですね、こんなことになろうとはっていうね。まあでも全体的に考えるとですね、やっぱり、苦しい人生でしたね。だと思うんだ。まあ誰でもそうかもしれないし。だけどその中でですね、こうスイスイ行けるちゃう人がいるんですよ。スイスイですね。私の元奥さんなんかもそうなんですよね。だから全然平気なんですよ。だからそういう人もいるんですね。で、そういう話をちょっと今日はしたくてですね、ちょっと今前置きっていうかですね、まあ前置きっていうかですね、このシリーズも1600。で、その前、もうね、ずーっともう YouTube12 年とか3年とか、
14年までいかないけど、もうやってますのでですね、なんか音楽のことをね、話したくなって、そっから始まってですね、多分3000本ぐらい喋ったんですよね。で、それが全部消えましてですね、っていう話をですね、何回もしてるんですけどね、あと2万本消えてですね、で、今もですね、こっちメインチャンネルでですね、もうほとんど非表示にしましてね、話のやつはですね、もう明らかに音楽だけしか喋ってないのだけはちょっと残してある、出るようにしてあるんですけども、もうほとんどね、もう非表示に、こっちもね、800本非表示にしてです、今、あと、ちょっといろいろ考えてね、どんどん消してますね、取り消し、まあ、喋ることはですね、いくらでもできるのでですね、まあ、FC2 動画でもいいんですけれどもね、本当に、まあでもそれでやってももうしょうがないのでですね、もう、情報はいろいろ出てるのでですね、今日もね、なんかは、いろいろ出てきましたね。ああ、この人は、こっちでしょ、みたいなね。この人はこっちだ、ね。やっぱりこっちの、ね。いや、そんなの前から分かってるよって、なんかね。そういうのとかね、こう、出てくるんですよね。で、私もずっとそう思ってたしですね。まあ、テレビに出る人は、まあ、みんなね、向こうの、関係の方だと思いますね。どこまでがどうだっていうことは分からないですけどね。分からないんですけどね。で、現時点でですね、まあ、今日現在ですね、2022年10月19日現在で、まだね、こういう状態、まだこういう状態って相当ね、変わってんですけどね、こういう話を始めてもう3年以上なるのでですね、まあ、この3年間でですね、随分、結局、まあ、ものを考えられるようになったっていう、考えられるようになったってことですよね。ものを考えられるようになった人が、少しずつ増えてるっていうことで、私は、だから、何も考えてないわけではないですけれども、まあ40歳ね、でもなんとかね、結婚もできたのでですね、まあ昨日もね、息子さんから電話が来てですね、電話っていうかメールが来てですね、あ、そうですかっていう、ことでですね、いろいろ、ね、今の、だから、まあ、中学生、高校生あたりの方はですね、どのようにですね、まあ、この激動の時代を感じてらっしゃるのかっていうことでございましてですね、今日はですね、これが言いたかったわけではなくてですね、まあ、ギターの話をですね、ちょっと録音しようと思ってですね、アルトギターっていうのをやってたんですね。これをね、どうしても録音しなさいっていう、こう、天の声ですね。で、このアルトギターっていうのをですね、こう、中学生の時にやってましてですね。それでですね、その時はもう本当なんかね、まあ、中学生で鼻垂らしててね、バカですからね、本当にバカっていうかですね、本当に、なんだろう。まあでも、素直ですよね。素直にですね、本当に音楽って、こんなに楽しいものなのかと思ってですね、本当楽しかったですね、音楽がですね。音楽を知ったんですよね、中学生でですね。で、その他いろんなことを知ったんですけれども、本当にですね、それで、まあ、このアルトギターっていうものでですね、これが、なんでかアルトギターになったんですね。で、なんでアルトギター
アルトギターっていうのね、あとプライムギターっていうね、普通のクラシックギターですね。はい、普通のクラシックギターですね。はい、まあそれもだから、20万円で買ったんですよね。アルトギターはですね、持った後に買ったんですけども、80万円の買ったんですよね。よくね。それで、まあそれもまあ全然使わないしですね。もうだいぶ経ちますけども、ヤフーオークションで売ってもらってですね。本当に、まあ今も誰かがだから使われてると思うんですけど、私が使ってたやつね、80万。コントレラスっていう、コントレラスだっけな、確かそういうね。あ、ギターはどうしたかな、チャイさんっていうね、有名な。ね、あのギターは良かったな。あのギターまた欲しいなとか思いまあ弾かないですけどもね。で、ギターをやっててですね、まあギターアンサンブルっていうのをやってましてですね、本当にまあ面白いわけですよね。面白かったですね。それで苦しいこともいっぱいあったんですけども、ちょっとそれは話さないことにしてですね、一番苦しかったことをですね、ちょっと録音したいんですけどね。アルトギターっていうのでですね、まあこの、まあ、バロック音楽とかですね、そういったもう音楽、まあいろいろですね、早川正明先生っていうですね、曲をね、やったりですね、まあヴィヴァルディ、バッハ、本当にこれでブランデンブルグ協奏曲っていうのをね、覚えてですね、本当にあれいい曲だなと思ってですね、今ももう毎日聴きたいぐらいですね、第5番とかですね、もうピアノで弾きたいなとか思うんですけど、ね、ピアノで弾いてもやっぱ面白くないんですよね、やっぱりチェンバロなんですよね、チェンバロじゃないと面白くないんですよ、やっぱね、音がね、まあ、でもチェンバロ弾きたいわけでもないのでですね、いろいろ、まあね、そうなんですけれどもね、別にそのあれをやりそれをやりたいわけでもないんですけど、まあ聞くのがいいですね、まあでもちょっと弾きたいなとかも思いますけどね、今ですね、すごく思うんですよね、それでですね、このまあ今はね、どうなのかね、今もね、ギターのアンサンブルってね、やってる、あとマンドリンとかですね、で、マンドリンなんて知ったのもずーっと後ですね、マンドリンね。マンドリンって素晴らしいですよね。はい。それで、まあ、いろんな音楽をですね、知ってて、まあ、ギターアンサンブルっていうのをですね、ずーっとやってたんですね。はい。なんですけども、まあ、ある時ね、バンドを聴いちゃったりですね、そうそう、T スクエア、まあ、ザ・スクエアですね。ザ・スクエアのコピーバンドね、本当にアマチュアの方なんですけどね、学生さんのね、聞いたりして、あれをもうすごい、もう衝撃的に覚えてますね。なんだっけ、君はハリケーンだ。君はハリケーンって曲をね、弾いてたんですよ。で、今私まだ弾いてないですね、その曲ね。譜面持ってんですけどね。表面を持ってんですけどね。まあ、弾こうと思ってて、まだ弾いてないんですけどね。あれ、大ショックでですね。あ、こんなかっこいいのとか思ってね。なんか自分がやってんのよりずっとかっこいいじゃんとかね、その時思ったんですよね。で、その後だっけ、前だっけな。その後ですよね。それでカシオペアっていうのね、教えていただいてね、LP レコードにね、LP レコードですね、貸してくれたんですよね、クロスポイントっていうですね。で、そういうのがね、耳に入ってきちゃうもんですからね、まあ、ギターアンサンブルっていうのがね、本当に面白かったんですけども、なんかね、この変化しちゃうわけですね、1個の情報で、最初に言った、1個の情報で人生って変化しちゃうんですよ。
なんかこの3年間ですね、もう夢中でも毎日16時間ね、パソコンに張り付いたりしてですね、本当にですね、もうくたくたになりましたけどね、もういいだろうと思ってですね、まあそれでもまあ世間様ではね、まだ何も知らない方は知らないですよね。知らないですよね。通貨発行権とか知らないですよね。で、私も今日ね、新しい動画がね、すごい動画が出たんでですね、ちょっとね、それをね、今からまた10回ぐらい見ようと思うんですけどね、音なしのですね、文字だけの動画なんですけどね、すごい情報が出てきてですね、これでまたね、ちょっとね、変わるわけですよ。だから無知なんですよね。無知なんですよ。で、ちょっと戻るんですけど、このアルトギターっていうもののですね、悩みがあったんですね。悩みがあったんですよ。アルトギターは大好きなのにですね、アルトギターってですね、こう、なんか、まあ、やってた音楽がね、速いんですよね。速い音楽。で、別に速い音楽はですね、今もね、別に嫌いじゃないですね。まあでも、まあだからゆっくりなのをやってんのかわかんないですけども、ゆっくりな方が好きなんですよね、今はね。速い音楽あんまり好きじゃないんですよね。どっちかっていうとですね。もうゆったりですね、静かにですね。だけど、まあやっぱ一番情緒的。やっぱり情緒ですよね、音楽っていうのはですね。だからそういう、まあ情報ですね。やっぱりですね、まあバンドもね、情緒っていうかですね、情緒的なものもあるし、いろいろあるわけですよ、いろいろね。やっぱりでも一番、とかずっと長いことですね、やっぱりこう、脳から、にこびりつくのはオーケストラのね、やっぱりオーケストラっていうですね。やっぱりオーケストラ、ね、普通の一般のオーケストラですね。オーケストラには勝てないなっていうですね。まあ、勝つ必要もないんですけどね。勝つ必要もないんですけどもね。そんなこんなでね、オカリナとかね、知ってですね、やっぱバイオリンってすごいなとかですね。やっぱりこのピアニストっていうのはですね、バイオリンに憧れるわけですよね。でもバイオリンの人だってまあ1個か2個ね、まあ昔のバイオリンは4個同時に出せたらしいですけどね、こう弓が曲がってたりしてですね。まあでも今のバイオリンはまあ2個ですよね、音ね、出してね。でも単音でもいいんですけどね。単音でいいんですけどね。単音でもね、こう、ハーモニーっていうかですね、それを感じさせるようにですね、演奏、できる方がいらっしゃるわけですよね。アニメーション見ててもね、これね、バイオリンソロの、ついこの間見てたやつ、家なき子レミっていう 家なき子レミっていうですね、ああにもうボロボロに泣きながら見ててですね、フェリーヌ物語にはあまり出てこないかな。あとね、こういろいろ出てくるんですよね、バイオリン、仮面ライダーなんだっけ、コウモリさんのやつですね、コウモリ、仮面ライダーコウモリさんのやつなんでしたっけね。あれのバイオリン出てきますよね。だからバイオリンね、あれもね、もっとね、いろんな曲やってくれればよかったなとか、思うわけですよね、バイオリンですね。それでですね、このアルトギターっていうのがですね、指がですね、なんだか速いからですね、早く動かないんですよ、これ。動かなかったんですよね、これ。全然私もう動かないんですよ。で、私じゃあ、その運動神経が悪いのかっていうかですね、まあ悪いのかもしれないですけどね。動かなかったんですよ。それでもう、すごい泣いてですね、なんで動かないんだろうって。で、これがですね、動く方がね、どのくらいいらっしゃったのかわかんないんですけど、動く方がいるんですよね。
動く方がいるんですよ。動けばいいってもんでもないかもしれないんですけどね。だから同じ音の連打ですね。まあこの一番ピアノでもやりにくいね、ことですね。まあピアノで言えばですね、やっぱりこの、ピアノを、まあ、下まで押して、この跳ね返るスピードがですね、遅い鍵盤だとですね、これでやりにくいですよね。まあそれはギターはね、あんまり関係ないのでですね、ただこの弦の圧力っていうね、弦を張ってる圧力がありますので、まあアルトギターっていうのはやっぱりきついわけですね、弦が短くてですね、それはまあアルトギターって言っても、まあ一般の方は何もわかんないと思うのでね、ちょっとちっちゃいギターなんですよね、ちっちゃいギターなんですよ。はい。それでですね、悩んでですね、あ、これはもう私にはこう、ああ、やっぱり無理なんだっていうね、結論がですね、もう、まあ、すぐ出てたんですね。すぐ出てたんですけど、そっからなんか逃げらんなかったんですね。楽器も買ったしですね。楽器もね、80万で買ったからね、これやめるわけにもいかないですしね。だから、今で行くとね、お医者さん辞める人が出てきてんですよ。お医者さんをね。だからね、これね、すごいお金かかってますよね。お金がかかってんですよ。お医者さんになるのにですね。時間とお金がかかってんですよ。だから簡単に辞めれないんですよ。だから今、そういう状況になってんですね。だから私もですね、アルトギター辞めれないんですよ。辞めればいいんですよね。で、やめるのにですね、すっごい時間かかったんですね。あ、これ無理だなと。あ、無理なんですよ。もう超無理なんですよ。もう21分も喋っちゃってですね。もうね、1600本ですからね。いくらでも喋るんですよね、本当にね。これ喋るのはできんだけど、アルトギター無理だったんですよ。ねえ。こういう、この悩みの人ね、今はどうですかね。で、これがですね、もうずーっと後なんですけどね、まあ、ベースっていうのを知ってですね、ベースですね。で、これがですね、まあ、ベースってウッドベースとエレクトリックベースと2つありますけどね、大きく分けてですね。エレクトリックベースですね、指動いちゃう人がいるんですよ、これがまたね。あれな、弦ぶっといですよね。弦ぶっといんですよ。だから普通動かないんですよ。だからピック使うようになったのだってね。ピック使うようになっていつだろうな、あれね。結構後ですよ。だからあれはもう考えたんですよ。もう動かないからピックでやろうってですね。だからそういうことなんですよ。動かないんですよ。この動画すごいね。世界で1本しかないすごい動画ですよ、これね。だから吹き込もうと思ってですね。で、チョッパーベースっていうの出てきたんですよね。チョッパーベースっていうね。なんですかね。チョッパーベースのこと何て言うんですかね。ちょっと度忘れしちゃった。ちょっと今で興奮しててですね。そういうことなんですよ。ねえ。だからもっと違うね、こっちの低音の方とかやればよかったんですけどね。まあでも、まあそこまでしたくなかったんですよね。で、ギターのですね、ギターのね、独奏もやったんですけどね。もう難しいなんてもんじゃないんですよ。もう無理なんですよ、私ね。だからね、できる人すごいなと思うんですよね。まあそれでもいろいろやったんですよね。ただね、やったんですけどね、もう、でも、曲って決まってんですよ。やっぱりね、6本ですからね、弦がね。それでやっぱりピアノだなってこうね、ピアノに行くわけですよ、キーボードとかですね。それで、まあ、カシオペアに行くわけなんですけどもね。そんな、こんなでですね。いかが、まあ、いかがって人、これ人に聞かせるための動画でもないんですけれどもね。まあでもね、
100万人に1人ぐらいね、共感していただける人がね、いるかもしれない。で、なんかもう超マニアックなですね、話ですのでね、ということですね、ギターアンサンブルね、本当にね、素晴らしいんですよね。だから、バイオリンやるのってね、だからバイオリンやるのって難しいじゃないですか。わかんないけど。バイオリンも買ったんですよ。バイオリンも買ったけど、顎にね、これ当てんのが痛くてね、あれでもう挫折したんですよね。あと、サックスだってそうですよね。もう、すぐ唇がね、きつくなるんですよ。あ、もうこれは無理だって。無理。クラリネットも買ったんですけどね。もう無理なんですよ、私ね。もう、唇がすぐ痛くなるんですよ。あ、そういう話がね、このアシュタールさんのね、あれに、レシタールレディオさん出てたんですね、コントラバスの。指がすぐ痛くなるね。で、先生も痛いって言ってるっていうね、その動画何回も聞いてるんですけどね。はい。そのぐらいでちょっと胸の使いが取れたので、またこれに関するですね、ギターアンサンブルに関する話にもこれ無限にあるんで あるんですよね。でもね、ギターアンサンブル自体はですね、本当に面白い。ピックでできないのかなってね。これも考えたんですけどね、ピックでね。だからマンドリンですよね、マンドリン。だからマンドリンって素晴らしいんで、マンドリンオーケストラ素晴らしいんですよ。でもマンドリンオーケストラとギターオーケストラは違うんですよね、ギターアンサンブルですね。はい。違うんです。やっぱりそれぞれ良さがあるんですよ。いろいろあるんですよね。まあ、私が知らない世界もまだいっぱいあると思いますね。ということで、ありがとうございました。はい、また録音したいと思います。失礼します。